ごめん、マダラン。先輩、僕もリーダーになったばかりなので即決はできないよ。経験不足どころか資格すら不足している気がするので、己の判断に自信が持てないんだ。うん、むしろヒロ君に勝手に決められても困る。持ち帰って検討する時間は正直ないから、この場で一旦相談タイムにさせてもらってもいいですか？うん、もちろん。何度も言うが俺は暇な感じだし、いくらでも待つぞ。ただし裏本営は1週間後、タイムリミットは迫っている。使える時間が少なくなるほど君たちが生存する目は消えていくと思ってほしいな。実際裏本営をうまくやっても借金がようやく消える程度で、まだまだピンチは継続するんだよね。ああ、もう人生がハードモードすぎる。自分で選んだ道だけどさ。それでどうする？俺としては裏盆営のお誘いと同じように美味しい話だと思うんだけど、三毛島先輩が言った通り、優秀なスタッフとかは奪い合いになってるっぽいからね。P 機関が公平になるように調整してるとは聞くけど、俺たちみたいな新人にいい人は回ってこないか、ものすごくリットルがかかっちゃうよ。貧乏臭くて嫌になるけど、俺たちリットルは常に足りないぐらいだしさ。お安く三毛島先輩みたいな人がトレーナーをやってくれるならありがたいかも。ふむ、スタッフは不足してるんだね。じゃあなんで僕たちは解雇されようとしてるんだろう。立ってるものは親でも使え、座っていてもこき使えという格言もあるのに。だから後半が微妙に余計なんだよね、ヒロ君の格言。アイドルは派手だし目立つし稼げるし、みんなが憧れる職業だけど、スタッフとかの裏方はあんまり誰もやりたがらないってことじゃないの？アイドルはぶっちゃけ少し見た目が良くて歌って踊れればある程度は形になるけど、裏方は職種ごとに専門技能が必要だし、その割に地味であんまり報われないから。俺もアイドルとしては全然売れてなくて、裏方の手伝いとかばっかりしてるから知ってる。うん、より輝かしい立場に身を置きたいと望むのは人間の悲しい習性ですな。裏方こそが、いいえ、目立たぬ大衆こそが世を支えているというのに。ふむ、君主ばかりが増えて家臣や兵が不足している状態だとぼんやり理解したよ。それでは国家が成立しないね。分業し仕事や負担を分け合うことで社会は回っているのに。ああ、だから僕らは解雇されようとしているんだね。君主はもういらないから辞めさせて他の仕事もさせようと。どうしよう、解雇されることが正しいように思えてきたよ。ちょ、ここで諦められても困る。理屈としてはそうだけど、そのいらないアイドルだって上で勝手に決めつけられて無理やり従わされるのが納得いかないの。俺はアイドルを諦めたくない。ちっちゃい頃からの夢だもん。アイドルでいたいし、アイドルになりたいし、アイドルが大好き。好きなものを諦めたくないっていうのは正しくないこと？ふむ、正しい心理だと思うし、友として全力で応援したいよ。僕もまだまだアイドルへの理解が足りないし、それでは正しいこと。兄さんを故郷へ返すという目的が果たせないから、今はまだ辞めさせられたくないな。難しいな、都会は正しさが一つじゃない感じだよ。混乱する。混乱するのはこっちだよ。もうそれより話を戻すけど、本当にどうする？それこそ物語の主人公でも何でもないだろう俺たちに、次から次に美味しい話が舞い込んでくるのは怪しい気もするけど、石橋を叩いて渡る余裕はないもん。
チャンスがあれば飛びついちゃいたいな。でも僕、あのマダラ先輩とやらは微妙に信用できないんだよ。まとう気配の種類は違うけど、あの天璋院 H 先輩と同じ匂いがする。つまり僕たち個々人ではなく全体を見ているというか、うまく言えないけど、それこそ独裁的な君主のように、己の目的のためなら僕たち全員を見殺しにしても気にしなさそうというか、誤解だと思いたいけどね。どうもマダラ先輩への第一印象が悪かったせいで目が曇っているのかも。でもやっぱりなんだかあの人を身内に引き入れるのは嫌だな。ずっと黙っているけど、辰巳先輩や迷い先輩はどう思う？俺はどちらでも。もちろん常に最良の選択をしたいものですが、どんな道にたどり着こうともそれが与えられた運命だと思って受け入れましょう。参考にならない。ちゃんと考えて自分の意思を表明してよ。それこそ一番経験豊富なタッツン先輩が正しいと言えば、その選択が正しそうなのにですからマダラさんを雇うのも雇わないのもどちらも正しいかなと。参考にならなくてすみません。黎明学園コズプロでは常に専属プロデューサーなどに管理され、指示通りに動くことになっていたので、自分で判断することに慣れていないんです。唯一自分で選んで他人の意思を無視し始めたことの結果は大失敗の大惨事でしたしね。純さんなどは革命児だなんだと持ち上げてくれますが、俺はそんな大したものではないんですよ。わがままに行動することで人を傷つけもしましたから。ふむ、賛成一票、反対一票、中立一票かな。見事に分かれたね。迷い先輩がどれを選ぶかで結論が決まることになるよ。やめてください。私にそんな重責を担わせないで。心臓が止まっちゃいます。おーい、まだか。いつまでも待つとは言ったけどな。延々と時間を無駄にするのはあまり賢いとは言えないぞ。大丈夫だよ、今迷い先輩が僕らの答えを決めてくれるからね。だからなんで私が。こんなことならもっと早く自分の意見を述べていればよかったです。沈黙は金とは言いますが、黙り込むことが必ずしも正解だとは限らないものです。人生はままなりませんな、迷いさん。他人事だと思って、どうしましょう。困ります。私を追い詰めないでください。パニックになる、パニックになる。追い詰めるつもりはないよ。ごめん、何も意見がないならそれはそれで構わないからね。その場合迷い先輩は辰巳先輩と同じ中立、白票を投じたのだと判断して、僕がリーダーとして責任を持って最終的な決断を下すよ。ヒデさんはまだ若いのに頼もしいという。しっかりしてますね。それに比べて私は情けないです。私も年長者として辰巳さんのように若い二人を守り導き支えるべきなのに、やっぱりお荷物にしかなってない。ああ、生まれてきてすみません。